皆さんこんにちは。おはようございます。福岡一区から、衆議院議員にならせていただきました、井上貴博でございます。私の地元は、博多駅、それから、博多港、そして、福岡空港、陸海空の窓口すべてございまして、皆様方が大好きなですね、中洲も、選挙区でございます。私は、その中洲のですね、会長を5年間やらせていただきまして、そしてうちの家はですね、県会議員をですね、父も祖父も、やらせていただきました。その中で、中洲に住んでるのにもかかわらず、警察委員長経験者と。それは多分祖父の時代はですね、自分の身を守るためだったんだろうと。ですけど、父の時代になりましてですね、真面目な人でですね、本当に中洲にヤクザが徒党で組んでですね、歩いてるとですね、こら貴様たちも徒党組んで歩くなと、一律なんて歩かんかと言ってですね、お前たち店戻ろうかと、自分たちでこそっと入ってこいというような親父でありました。それで私の時代になりましてですね、私から望んだわけではございませんが、暴力団、全国に先駆けて暴力団排除条例を作る時の警察委員長をさせていただきました。そのためにですね、中洲に住んでいながらですね、防弾チョッキを博多署に取りに来いということがありまして、博多署に取りに行ったらですね、3万7500円ですと言われてですね、お前ここまで苦労したのに俺から税金取るんか、俺から金取るんかって言ったら、いや税金ですからと言われてですね、しぶしぶですね、3万7500円を払おうとしたら、いやそれは遠くから撃たれた分は大丈夫ですけど、近くから刺された分はダメですって言って、ちゃんと用意してますからって言って、7万8000円のですね、防弾チョッキをですね、用意してくれてですね、それをですね、来て毎日頑張っておりました。実はですね、私は山笠っていう、博多祇園山笠というですね、祭りをやっておりまして、それはもう父も祖父も会長経験者でですね、地元に根ざすと、ローカルに徹するというのが、うちの家訓でございまして、それを伝統文化を守っていくというのがうちの家の家訓でございました。ですけどもですね、麻生先生のですね、ご指導でですね、衆議院に出ろと、ということを言っていただきまして、4回呼び出されました。それで最後にですね、言われたのは、いいか、山崎拓は引退した、太田誠一は引退した、俺とまこっちゃんもそんな長いわけじゃねえ、これから福岡県誰がやっていくんか、この修羅の国だぞと、誰がやっていくのかと、責任と自覚を持てたっていうことを言われまして、責任と自覚を腹くくってですね、出させていただくことになりました。まだ、全然わかりませんけれども、本当に今までの経験とですね、先輩諸氏にご指導をいただいて、これから、成長し、そして、少しでもお役に立てるように頑張っていきたいと思っております。移行会本当に公のためにこれからも頑張っていくことをお誓い申し上げ、演説をさせていただきます。